見てください、視聴者の方からね、こんなものが届いております。何ですかそれは。馬刺しって書いてあるじゃないですか。そう、でもこれパッと開けるでしょ。うん、和牛なんですね。馬刺し違いますよね熊本県のね、肉 でせっかくいただいたから、これ冷凍しとってまだね、開封もしてないです、全然。いや、ブラスに送ってもらったけど、ブラスがなんか心がとても優しいから、そういうことよ、私に分けてくれるってこと。いや、違うね、ちょっとでも金にしたろうと思って動画にするわけ。これがいいって今言ったのに、なんでお前はそんな潰すんや。まあ今日はこの高いお肉と、うん、あと安いお肉を買ってきておりますので、それを使ってすき焼きを作り、主に私が高級な肉を食べ、みんなは安いのを食べ。ロシアルーレットじゃねえかよ。だからどっちでいいか分かんないみたいな。まるで私たちがすき焼きを作るかのように、うん、見せかけて見せかけてますが、すでに我々のマネージャーエリナちゃん音を聞いてください、静かに。作ってるわけです。いい音しますね。だから我々は作らずに、ここに来たものを食べるというだけの。わかりましたか。はい、おじさんにいただいてください。まあじゃあそんなこんなですき焼き来るまで待つか。みんな見てください、アレちゃんはもうすでにエビスビールをほとんど消費しております私は氷にただの炭酸水を入れます。絶対その炭酸水怪しいわ。いや、何も入ってはる。この間な、こうやって飲んでるとかって言ってたけど、絶対な、なんかなんか入れてんねん。入れてへんねん、こうやって最近もうま、大量に氷入れて強炭酸水を入れて飲むというだけでアルコール飲まんでもよくなって酔ってんの、うん、でも全然なアルコール飲んでへんねん、ここ。あ、やっぱなんかチューハイっぽい匂いする。やっぱ怪しいわこれ、チューハイやわこれ。じゃあね、これレモンが入った炭酸水なんで1個しか買ってこへんねん、これ入れるのにはい、パーン、乾杯。はぁ、いい感じ。あー、やっぱ酒っていいな。いいやん。せーの、ビッチェーで、肉はどうすんの。だってもうどこに肉を入れるの。その後でここに乗せて、へなってなったら、そう、中にブチューって乗って。いやでももう今日疲れた。今日ね、大阪行ってきたの。昨日からか。昨日大阪行って、ほんで今日帰ってきて。どうやった大阪。相変わらず、びっくりした。久々にコンビニに行ったの、大阪で。昨日さ、昨日暑かったやんか、めちゃくちゃね、なんか暑かったね。すごい暑かったから、これ冷やし中華食べたいと思ってコンビニ行って、セブンイレブン、うん、ミニ冷やし中華っていうのがあって、うん、知ってる、ミニ冷やし中華。こんなちっちゃい中華の丸いやつの、ちょっとちっちゃい版、四角っぽいやつで、あれは もちろん東京でよく俺食べんねんけど、関西にも売っとって、うん、あ、ちょうどええわと思ってミニ冷やし中華買ったら、開けて食べようとしたら、中に関西はマヨネーズ入ってんねん。知っとった。あ、関東は入ってない。入ってないねん、全然関東って。値段は、値段は値段一緒。値段一緒な。知らん。入ってんのに。うん。で、得やん、こっちの方、関西の方。確かに入ってる方が得やんな。でも俺な、確かに子供の頃冷やし中華に入れとった気すんねん、マヨネーズ。あ、でも最近やっぱ東京に染まって、全然その冷やし中華にマヨネーズ入れるっていうのやってなかったから、うん、まあ、昨日もほんまかれこれ10年ぶりぐらいかな、冷やし中華にマヨネーズ入れて、うんうんうん、どうやった。くそがくそがびっくりした俺だから東京に住んで冷やし中華の本物の美味しさを忘れとったわ、完璧に。で、東京人はもうバカだね。やっぱ冷やし中華にマヨネーズ入れへんやつもバカよ。なんでついてへんのマヨネーズが。東京の人舌おっかしい。あと肉まんにからしつかへんやろ東京。あ、それほんまよ。それもおかしいねん。東京の人おかしい。絶対つけてたから。しかもからしつけてめっちゃうまいねん肉まんって、ほんまに明らかに美味しい。めっちゃうまいねんからしって、マジで肉まんもうほんと最高。関西帰って思ったけどさ、思ったよりみんな関西弁使ってへんな。でこっちもさ、無理やりやん、これもう商売関西使ってるよ、無理やりたまにな、え、そうじゃーんって言って、あ、言うときある、あるある、それはある。そうやーんって言い換えるもん、わざわざ。それはある。
じゃんとか言っちゃって、じゃんは一番多分関西的にやばい間違いだった。関西弁使ってる人どんどん減ってんねんって。これほんま、そやん、いやや、ま、それやったらめっちゃ使おう。そんなん言うてあんたも伊勢関西弁やで言うとくけど違います。伊勢関西弁みんな思ってんねん。伊勢関西弁違います。それがもう伊勢やん。兵庫よりやからうちはちょっと違うねん。どういうこと兵庫よりや、こっちの方が兵庫やねん。でも三重県もそうやん、関西弁喋るけど全然ちゃうやん。関西弁喋るけどって言わへん。関西弁そんな分からへんやん。関西弁喋るけどやん。場所によるやんか。三重県はあそうなって言うねんで。三重県の人書いてほんまにお願いします。結構ねこれうち三重県行った時に聞いたらあそうなって言ってすげえ最初えって思ってたけど、それも関西弁やねん。塚本の関西弁話してる人は聞かないんちゃう。いや関西弁話しとったで、この間塚本それこの間ちゃんの1年前の話やないか。えそんな1年で文化変わらんやろ。関西弁文化変わらないよ。ちょっと覚えてへんやろ。なんなんなん1年。じゃああるちゃんさ、ちゃうちゃうちゃんちゃんってどうやって言う。ちゃうちゃうちゃんちゃん、まあまあギリギリセーフかな。どう思う、あるちゃんのちゃうちゃうちゃんちゃん。ちょっと違うかなと思って、関西弁と。え、言ってみて。ちゃうちゃうちゃうんちゃう。え、それはちゃちゃちゃう。ちゃうちゃうちゃうって言うねん。うん、それなんて関東語に訳すの。だから、あれ、ちゃうちゃうという犬じゃない？うん。え？あれ、ちゃうちゃう違うんと違う？卵な、黄身だけしか使わへんねん。えっ、もったいない。タンパク質っていうのは白身に入ってんのに。うっせやん。どう、エリナちゃんが食べ。エリナちゃん料理まで作らせてティッシュまで取りに行かして白身まで食べさせられて。ほんと嫌な女。何余裕でんねん、嫌な。混ぜまーす、ま、やっぱりすき焼きは卵に限るよな。いただきまーす。おお、おいしい。わくはーい、いきまーす。ブジュブジュブジュブブ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 、ピントが合えよー。ここにポンって入れたらいいの。ポンって入れてみ。うわ あ、私のこともっと焼いて。あー気持ちいい。いやー気持ちいい。うわ気持ちいい。肉の気持ちいい。気持ちいいの。え、私も入れんの。私も入りたいな。私も入れて。入れて。一緒に入ろう。極楽。極楽。霜降ってますよって。ほら。静かにしてもらっていい。キッチンが。ちょっと待って、涼しくなった、冷えてきた、あ気持ちいいな、トロトロびちょびちょ、気持ち涼しいよ、うん、痛いよくそうま、脂身がね溶けていく感じがして、やっぱいいお肉って感じですよ。あれちゃんは安い肉の方がええんちゃう。うるせえな。うわ暗くない、肉にちゃんと染み込んだかチェックしてみるな。うん、肉食いたいだけやろ。もう口に運んでこうくぐってるとこだけ。おおっつー。顔から夫婦やってた。おおおお。熱い。夫婦。夫婦じゃないよ。顔が赤くなってる。何食べたの？豆腐？豆腐丸ごといった。